であの今日なんですけどあの、まあまあ、オフィスが田町に移ったっていうところもあって、ちょっとあの、つまんあのなんでしょうね、こうあんまりこう話をしても、まあ、疲れちゃうところもあるので、食レポをちょっと入れてみました。はい、ということで、お話をしたいと思います。 えー、オフィスのソーシャルディスタンス広い、うん。オフィスは、オフィス自体が広いですからね、今ね。そうなんですよね。はい、ということで、皆さん、ツッコミよろしくお願いします。でですね、あの最近、ちょっと激忙しかったんですね、私。で、まあですね、こう心が折れそうになった時にですね、まあ、こういう、 くだらんところを見て楽しんでたりするわけですよね。で、まあ、あのまあこの辺に書いてあるのってですね皆さん大体こうまあ,あのそうですよね久しぶりに聞いたって、まあ、デスマはよくはい言われてましたけれどもあの、ねあのまあ、システム障害物競争とかあの朝から終わりまでパンク競争だけで結構身につままれるものがあったりするんですけど。 さ、はい、すが、ね、にですねあの5月6月ちょっとピークでですね私もかなり忙しくてですね あのそろそろアボートかけてよとかもうちょっとビジーだからって言ってビジー返してもいいですかとかいうですねこうストレージ用語でですねあの自分の状況を語っていたらですねあの、まあ、ネットワークに強いですね同僚からさすいや,やばい手島さんがストレージ用語であの自分の状況を語り始めたとか言われてですねちょっとやば扱いをされてたんですけど、まあ、あ,のあと数日で落ち着くはずなのであのちょっとそこまで乗り切りたいかなと思います。はい ということで、あのまあ、ちょっと前振りをさせていただきましたが、こ,うこの真ん中のビルですね、これが田町の,のステーションスクエアってこう新しいビルではあったりするんですけれども、まあ、ここに映、えーまあ、ってきましたよということで,で、レストランですね、こんなのがあるんですよ。でちょっとちっちゃいんですけれども、まあ、いっぱいあるんですけど、 あのまあ、行けたところがあのオレンジでですねまだあ,のあんまりオフィスに行けてないっていうのがあってまだ攻略したのがこれだけです。で,です、ね、あの1個です、ね、目標があってうなぎ屋さんがあるんですよね。でうなぎ屋さんがあるんですけどこのうなぎがですねなかなか高くてですねあの、まあ、ランチとかなさそうであの一番安いので多分3000円ぐらいしそうなんでちょっと。 あの大原さん期待しまますすっってていう感じで一言言き皆さんあの来ていただいた暁にはいろいろ行くところがいっぱいあるんじゃないかなと思ってます。はい、ということで,ちょっとですねこの2週間こうネタを集めるためにできるだけ出社をしてみました。でこの青ついてるところがですねあの出社した日なんですけれどもなんとそれ以外の日はですね忙しくて。 打ち合わせが続いて、うちから出れないっていうちょっとですね、恐ろしい状況だったんですが、まあ、こんな感じのお昼ご飯でございました。はい、分幕でランチに来てください。いや、なんかいろいろありますよ。で、あの、先週ですね、先週食べたのがこんな。 あのものでしたけども全部ですね実はお弁当でですねこれがですね打ち合わせの打ち合わせがですね詰まっていて間の時間が30分しかないからもうとりあえずあの誰かに弁当買ってきてっていうところでまあこんな感じになりましたということでまあなんか初日はとんかつ弁当でで真ん中がですねあのアジフライ弁当かなんかだったんですよねで右側がですねこれ多分海鮮丼かなんかだと思うんですけどまあまあなかなか いいお値段するなって思っていたりします。だいたいですね、弁当のですね平均値がですね、ちょっと浜松町より一段高い気がするんですよね。で、今週こんな感じだったんですよね。で、そうあのー、このですね一番左のそばってそこすごい量があるわけじゃないんですよね。でも、うん、なかなかこういいお値段がするかしらと。 あのまはあ、番外編でちょっとかきを食べに行ったりしたので、あのまあ、ちょっと昼はです、ね、260円であの終わってしまったんですが、まあ今日もです、ね、あの元気があったらです、ね、本当にうなぎ屋に行こうかなと思ったんですけど、さすがに昨日飲みすぎてです、ね、まあ、ちょっと今日はいいかなということで、あのはいあのまあ、海鮮丼であの落ち着きあ、北海道丼かなで落ち着きました。 はいでもね、全般的にそう皆さん書かれてますけど高いんですよね、田町も反対側行きゃ安いっていう話なんですけど、まあ、ちょっとそっちの方はですねおいおい開拓したいと思ってるんですがあの先ほどありましたけれどもあのあれです、ね、あの島村さん書いていただきましたけども、まあ、ちょっといろいろお店行ってみたいので、まあ、ランチとかですねあのぜひぜひお声がけいただいたらいいかなと。 思ってますとということでまあの先ほどのですね手塚さんのセッションを見ていていやすごいな新人2年目でここまで喋れるんだすごいって言って私もあの感心をしていたんですけれどもまああの私みたいなですねこうあのベタな昭和の人はですね地道にやるしかなくてですねやっぱりですねあのまあやったことないことはまあ 構築してみようかなというところからですね。あの始めたいなと思ってます。で、まあ、あの順次ですね。手がけ次第、まあいろんなものを話をしていきたいなと思うんですが、まあ、これですね。まあ、ゴールデンウィーク中にあのまあ、ちょっと構築をしてみたいなと思っておりました。で。 もともとですね、6月の半ばに、まあ、パートナーさん向けのウェビナーがあ,あウェビナーというか、セミナーがあってで、そのネタにするために、まあ、ゴールデンウィーク中ぐらいにやっておかないと、まあ、ちょっと実感的に厳しいだろうと。まあ、でも、まあ、ドキュメントがもうあると。まあ、いろんな方が、まあ、例えばね、V マグだと、王さんとか。 確かあの、v あの、ブログを書かれてたと思うんですけれども、まあ、ブログ等も出てるし、あとですね、弊社のこのマップ BU っていうですね、このタン付けをやっている、えー、BU 好きのエンジニアの方がブログを書いてくださってたりして、まあ、まあ、できるだろうと、まあ、思っていました。で、そうしたらですね、まあまあ、あのいくつかですね、 ハマりしましたっていうところを、まあ、ちょっと今日お伝えしつつあの手順っていうところをあの皆さんにあのご紹介をして、まあ、まず作ってもらおうかなというところでお話をしたいと思いますでまず最初にですねあのじゃあロードバランサーとして、まあ、アビダウンロードしてやろうかなと思いましたと、まあ、NS16 の時ほどは苦しまないだろうと自分も思ってたんですけどこれですね あの皆さんがブログとかを書かれた時から、実はバージョンが1個、新しいのが出ていて、そもそも初期設定の画面が変わってますというのが、まず最初に1個ありました。違うじゃん。まずここですね。で、その後ですね、 じゃあ、それをデプロイして、まあまあ、なんとかデプロイをして、じゃあ、ワークロード管理を有効化しましょうと、まあ、ここは NSXT を使った時もやってたので、まあ、ここまではわりとすんなりいったんですけど、ここから先ですね、ここから先がですね、まあ、数日かか、数日もうちょっとか,かかりましたということで、どんなに頑張っても、あのクラスターが立たない。 走っていうところで、すごい悩みました。で、これですね。あの、アビ側のあの画面なんですけれども、あのまあ、どうやってもうまくいかないと。 もともとバージョンが変わったっていうところもあって、a ビ i の設定がおかしいのかとか、バグがあるのかなということで、まあ、何回かデプロイをしたりとか、まあ、設定を変えたりとか、まあ、それでもどうしようもないので、1つ前のバージョンをデプロイとかしてですね、やってみたんですけど、まあ、うまくいかなかったんですね。で、まあ、右下にありますけれども、だ、ま、い、あ、大体あの、まあ、毎日こんな時間になるよということで、 まずっとゴールデンウィーク中ですね、こう何度も何度もこうやり直していて、解決したのはゴールデンウィーク明けた月曜日だったと思うんですけど、社内の,あの情報とかをまあ調べてたらですね、どうも、えーまあ、新しくサポートされたこの仮想マシンサービスというのの影響だったということが分かりました。でですね、あの4月の末に あのまあ、仮想マシンサービスっていうのが、タ図でサポート、SIOJ でサポートされていて、もともとやりますよって言っていたとかですね、いたものがです、ね、やっとここでサポートされたという感じなんですけれども、これに伴って、クラスターをタ図クーバネーティスクラスター、まあ、仮想マシンベースのクーバネーティスクラスターですね、これをプロビジョニングするための あの前提条件が増えていましたということで、後でご紹介しますけれども、この VSphere のネームスペースのところに、この仮想マシンクラスっていうのをひも付けてあげないと、デプロイできないという状況に実はなってたということが、後で分かりました。どれかっていうと、こんな感じなんですね。 この下の方ですね、この裏の方はあのネームスペースの画面なんですけど、ここでデプロイするクラスターのこの仮想マシンクラスを紐付けてあげないとデプロイできませんということがあ,のあります。はい。ということでですねあの、ここからあの構築した時のあの手順とかですね、まあ、アビのところを中心にちょっとご紹介をしようかなと思います。 でですね、やはりあの、まあ、物理のサーバー用意するのは大変だよねということで、まあ、あのもちろんあのちゃんとした POC をやられるときはあの、物理の構成も,もちろん用意していただければと思うんですけれども、まあ、構築、まあ、テストということで、まあ、こんなサンプル構成でやってみました、はいですので、そんなにです、ね、あのリソースがなくても、まあ、テストはできるかなという形です。 で今回ですねあのご紹介するのってあの割と簡単な、まあ、シンプルな構成ですねでやっているので、まあ、最,最小構成っていう意味だったら、まあ、このぐらいあればできますよということでここに、えー、例を載っけています、まあ、はいニック2つつけてですね片っぽがマネージメントで片っぽはですねここはトランクであの物理側はトランクにしてやって でえっと、仮想マシン、まあ、NEST の方うで、まあ、VLAN 振ってっていうような構成にちょっとしてたりします。で、3つ NEST の仮想マシンを作って、でストレージをあの、まあ、Windows サーバー上に立ててやって、まあ、それを見せて、で物理のほうに、えーまあ、同じ管理セグメントで、えー、と V センターと a v i のコントローラーをデプロイしてるっていう形の構成で、えー、構築をしてみました。 はい、実際にこんな感じの例になります。はいまあ、下側ですね、グレーのところがいわゆる管理ネットワークになりますけれども、まあ、V センターがいて、a ア i のコントローラーがいてで、えー、スーパーバイザーコントロールプレーンというで、ね、人が3つデ,デ,デプロイされますけれども、まあ、その人たちがいる、あとですね、ABI デプロイされるサービスエンジン、このマネジメントの 人たちが、えー、2割当合ってるです、ね、あいあの IP のアドレスプールを、まあ、持っている管理セグメント、それから a b、まあ、ビの VIP だったり、まあ、ワークロールネットワーク兼用で、えー、やっている紫の支援、まあ、これだけあれば最低限で構築ができるというところで、まあ、そんなにです、ねえー、頑張らなくてもできるかなと思います。はい、でここにです、ね、あの手順があります。 でこれあの、オフィシャルドキュメントにこういうのがあるんですけれども、あの最初にですねあの、ストレージとかコンピューティング、えー、ESXI がですね、準備をやって、で、ネットワークを作って、で、えー、ABI の設定をやって、で、コンテンツライブラリを設定して、最後有効化してっていう形です。で今日ですね、はい、あの1番2番 4番っていうところはざっとご説明をして、まあ、3番っていうところもあの少し、まあ、ここの手順と全くイコールではないんですけれども、あのざっとですねあのこんなことするんだよっていうところをですねご紹介をさせていただいて、で最後、ですねできたところでそこから、えー、じゃあ、えーデプロイ、コンテナデプロイするときどうするのっていうところを少しご紹介をしたいと思います。 であのこちらの方なんですけれども、すべての手順を貼ったものは、実は手順書として別に作ってあります。もしです、ねえー、欲しいという方がいらっしゃいましたら、あの私の方まであのメールでご連絡ください。はいはい、ということで、えー、順番にご紹介をしたいと思うんですけれども。 最初にですね、まあ、DRS を完全自動化にしたりとか、あとは HA を設定したり、あとは時刻同期ですね、をしてあげる必要があります。まあ、この辺は、まあ、いいかなと思います。はい、であとですね、えー、この仮想マシンストレージポリシーっていうのをあの設定してあげて、 VSphere with TANS はですね、このストレージポリシーが、Kubernetes、えー、の中でストレージクラスというところに、まあ、透過的に見えるというのが特徴でもあったりするんですけれども、これをですね、まあ、割り当ててあげる必要があります。ここはですね、それほどめんどくさくないかなと思います。はい。で、まあ、分散仮想スイッチ作ってあげて、まあ、今回の場合ですね、あのこの分散仮想スイッチの方に、 ワークロードの,、えー、のクラスタブラ下げたりとか、まあ、していく形になりますね。でまあ、これ VLANID33 で振ってますけれども、まあ、そこにホストをつけてあげてっていう構成をしています。で、ここからがですね、あのアビの設定なんですけれども、まあ、つらつら書いてありますが、まあ、あの正直 NSXT を、えー、やったときのことを考えると、あの すごくシンプルにできるんじゃないかなと思いますので、これはですね、ぜひ試していただきたいなと思います。はい。で、普通にですね、コントローラー、アビのコントローラーに関しては OVA で提供されていますので、これを普通にデプロイをしていただければいい形になります。はい。でまあ、管理 IP だとか。 サブネットとかでォ毛を設定してあげて、デプロイするだけで普通にデプロイできます。はい、でその後ですね、あのまあ、電源入れてあげてで、そのデプロイした IP アドレスをこうブラウザで拾いあの開いてあげて、そこから設定をしていくっていう形になります。はいでまあ、そんなにここはですね、面倒くさくなくてですね。 例えばあの DNS の検索ドメインだったりとか DNS のアドレスとか左側のところで入れてますけれども、まあ、そこはあの入れてもらってですね右側のところは別にあのデフォルトでいけちゃいますし、まあ、ここもそのままあのデフォルトでいけます。でこの辺がですねあの先ほど最初にご紹介したブログの記載からはちょっと変わってたりします。 でここでですねあの、セットアップクラウドアフターっていうのをピコッて、えー、クリックしてあげてですね、えー、セーブを押すとですね、設定が続いてできる形になっていますで。ここは a、まあ、ア i ですね、まあ、いろんなものに使えるというところがあって、あのまあ、こんなですね、えー、クラウドのインフラタイプっていうのが、まあ、あのアイコンがいろいろありますが、まあねえーまあ、VM を選んでいただいて、はい。 で、V センターの情報を入れてあげます。まあ、ユーザーネームですね。と、あと、V センターの、これ FQDA のか IP アドレスになりますけども、入れてあげてで、パスワードを入れてあげるという形で、でですね、あとはそのサービスエンジン、まあ、ロードバランサーの実態ですね。まあ、これの、 管理 IP を振るアドレスプールを入れてあげます。DHCP で取ってきてもいいですし、この場合はですね、簡易的にスタティック IP のプールを作ってあげて、そこから引っ張ってくるようにしています。はい。ということで、ここまで基本的な設定なので、割と簡単にできます。で、あの、 公式のドキュメントだと文字しかないので、まあ、最初なかなかイメージが分からないと思うんですけども、この左側のところですね、ここのところをクリックしてあげると、このアプリケーションだったり、オペレーションとか、テンプレートとか、インフラとか、アドミンとかあると思うんですけど、まあ、ここであの必要なところを選んであげて、こっち側にですね出てきたところ、それからまあここに、このタブに情報が出てくるときも、設定画面が出てくるとこもあるんですけども、 まあそれを選んであげて、まあ、設定をしてあげるという形で、順番に設定をしていきます、はい。一番最初にやらなきゃいけないところとして、この、ね、ABI のコントローラーの VIP。 を、えー、を設定をしてあげますこの場合ですね、最初、この1721632の51っていう IP アドレスでコントローラーをデプロイしてるんですけども、まあ、本来だとこの a ビ i のコントローラー、クラスター構成で、えー、デプロイをします。で、そこに対して VIP を振って、VIP からアクセスするっていう感じになるんですけども、まあ、最初構成なんで、まあ、1台だけしかデプロイはしてないんですが、それでもですね、このクラスタービップを 設定してあげないと、まあ、私は、えー、できませんでしたということであのここを設定しなくてもできるのかもしれないんですけど、えー、自分がテストをしたときはあのここの VIP をクラスの IP ですね、えー、VIP をちゃんと設定をしてあげましたまあ多分こっちの方が安全だと思いますで一回ここで設定をしてあげてでその後ですねこのアドレスでもうこっちのときはあの 32の51でアクセスしたんですけども、設定した後はもは VIP でアクセスしてあげて、そこでまあ設定をしていくっていう形で設定ができます。はい、で、次にやらなきゃいけないのがですね、この証明書の割り当てということで,これです、ね、テンプレートのところで、このセキュリティで SSL、TLS、サーティフィケートっていうのがありますが、 ここで,です、ね、あのクリエイトを選んであげて、このコントローラーサーティフィケートとありますけども、これを選んであげると、えー、証明書が作れますということで、まあ、名前を入れてあげて、まあ、コモンネーム、ここまではいいんですけども、こ,このです、ね、3ですね、サブジェクトオルタネイティブネーム、ここに先ほどのクラスターのアビの VIP のアドレスをこう入れてあげて、えー、こっちはデフォルトです。で、これでセーブってやると、証明書ができます。 いいで,すねはい、で、こう証明書ができたところでこう表示されるので、でここで、ここの丸のです、ね、プラス書いてるところをクリックしてあげるとこんな感じで証明書見えるので、このキーとサーティフィケートがありますが、このサーティフィケートのところですね、ここであのコピーを押すと、クリップボードにコピーされるので、 これを取っておいて、あとでワークロール管理を有効化するときに、ここの中身をペーストしてあげて使うという形になります、はい。今作った証明書を割り当てていくんですけれども、このアドミニストレーションとかを選んで、セッティングスっていうところを選んで、このアクセスセッティングスところを見ると、まあ、こんな形でアクセス情報が出てくるので、この鉛筆マークを。 クリックをしていただいて、あげるとです、ね、まあ、こんな感じでデフォルトの証明書が、えー、見えるので、まあ、ここをです、ね、バッテンクリックすると、これ、あの落ちるので、落としてあげて、でここの,です、ね、この右側のタブを選ぶとです、ね、作った証明書を選べますので、選んであげてで、セーブをしてあげると、証明書が割り当てられるという形になります。 でこれでですね、ページをリロードすると、えーまあ、こんな感じですね。さっき設定したものが見えるよっていうところになります。まずここまで証明書の割り当てですね。で、これも忘れちゃいけないポイントになります。で、あとですね、あのここはですね、あの別にデフォルトでは多分やらなくてもいいと思うんですけど、まあ、サービスエンジングループということで、もともとこのアビですね、えー まあタンズってこうライセンスエディションが一応あるんですけれども、一番下のライセンスですね、タンズベーシックとスタンダードっていうのでサポートされている ABI のバージョン、のアビのエディションが a ビ i エッセンシャルでなんですけども、これって基本的なロードバランサーしかサポートしていないので、かつその HA モードってアクティブスタンバイしかサポートしてないんですね。なので、 ここではアクティブスタンバイに直しています。もとここがここになっています。で、あのアビに関しては、あの最初にデプロイしたときは非検証ライセンスであの動いているので、30日間はライセンス入れなくても動くので、あのそこまでであればまた作れると思うんですが、まあまああの一応ですね、アクティブスタンバイにしとくと。 そのあとですね、LB として、LB の VIP として払い出される、えー、IP のアドレスの範囲というのを、まあ、設定してあげます。このインフラのところですね、ネットワークのところの、ここのところですね、えー、クリックしてあげます。はい でここに関してはですねあの、V センターから情報を持ってきているのであの、特に入れなくてもですね、ここに入ってたりするので、ここだけ鉛筆マークでクリックしてあげると、設定ができるようになっていますで。こんな感じでですね、あのサブネットってこうクリックしてで、スタティックの時はですね、ここに、えー、サブネットを入れて、このスタティック IP プールっていうのを設定して入れ、えー、ると、 長めになるので,です、ね、払い出される IP アドレスのプールを設定してあげて、セーブをすると入ると。まあ、DHCP だったら DHCP でもいいです、はいで。こちらの先ほどのです,、ねえー、ここですね、ここなんですけど、はい。あのー 別に間違ったなと思えばですね、後であとで気軽に変更ができるので、まあ、そういう意味では非常に楽チンかなと思います。私も作ってて、あこの IP セグメント違ったってなって、結構ですね、これ変えたりしました。はい、で、こっち最後かな、これがですねあの、忘れちゃいけないところで、この IP アドレス管理とこの DNS のプロファイルっていうのを作ってあげて、紐付けてあげないと絶対に動かないです。で、先週ちょっとあの同じ構成を、まあ、手順の、この手順のですね、確認のためにやってて、うっかり忘れてですね、えー、しまってですね、立ち上がらないという感じだったんですけど、まあ、ここはですね、絶対忘れちゃいけないポイントです。で、テンプレートで、プロファイルで、この ここですね選んであげて、ここに i p パ m プロファイルと DNS プロファイルってあるので、ここですね、最初選んであげて、えー、ここ入れて、情報を入れて、ここにプラ,プラスをポチって押すとですね、えー、クラウドの名前、デフォルトですね、あとはあの分散仮想スイッチですね、こう設定をしてあげると、 まず1つ目の設定が終わります。で、同じように DNS の設定をしてあげて、ここにドメインネームを入れると。で、作ったものを、まあ、こんな感じでですねあの、このインフラストラクチャー、クラウドっていうところで、これをですね、デフォルトのクラウド構成とに紐づけてあげます。で、今ここクリエイトになってますけど、これバグで、ここに鉛筆マークがあって、その鉛筆マークをあのクリックして、 でえー、ここに設定する形になるんですけども、ここですね、この2つに割り当てをしてあげないとだめです、はいで。そこまでやってあ、えー、げてですね、あとはですね、普通にこの、ね、VCR クライアントの,このメニューのですねこういう画面がずらずらあるので、ここからこうワークロード管理っていうのを選んで、 有効化をしていく形になりますが、まあ、ライセンスがあればライセンスを入れていただいて、なければここにあのいろんな情報を入れて開始するっていうとです、ね、メールが飛んできて、まあ、評価ライセンスの期間でやってるよんっていうのが来ますけれども、まあ、普通にです、ね、60日間の評価期間がありますので、そのまま検証はしていただくことができます。 まあここからですね、ワークロード管理ということで、えー、ここにですね、最初、V センターのネットワークを使うのか、まあ、NSXT なのか、まあ、T がいないときは、こっちがあの絶対こうですね、あの出てこないので、はい。で、これで、次を設定をしてあげて、いろいろですね、えー、ロードバランサーだったりとか、管理ネットワークとか、そのワークロード側のネットワーク、ね、設定をしてあげて、 最後ですね、まあ、完了ってやることで、まああのまあ、うまくいけば、あのちゃんとですね、こんな形でですね、えーまあ、じ今これ、えー、実行中になってますけれども、こ,こ,です、ねはい、こんな形で、えー、ネームスペースの設定をすることができるようになります。はい、で今日ですねあの、時間ないと思ったので、ちょっとだいぶ飛ばしてますけれども、 ネームスペースですねあの。有効化できたところで、ネームスペースを作って、クラスターに割り当ててあげてで、そこに対して権限だったり、ストレージポリシーだったりとか、さっきの仮想マシンクラスというのを割り当ててあげます。でまあ、先ほど手塚さんの方であったですね。 まあ、あのもう紹介ありましたけれども、まあ、Kubernetes の、えーまあ、ワークロードをデプロイするために、えー、ツールをまず CLI のツールですね、えー、ダウンロードをしてあげて、でそこからです、ね、実際に、えー、いろんなものをデプロイしていきます。はいでえー、ここにありますけれども、最初ですね、この CLI ツール。 この ZIP で固まっているので、この ZIP をですね、まあ、展開してあげると、ここにあるですね、このクーベコントロールとか、クーベコントロール V スフ r アというのがありますので、これをですね、まあ、ユーザーローカルビンとかに置いてあげて、でまあ、パスを貼ってあげて、でえーまあ、テストをしてみると、ですね、あのちゃんと動くなというところがまず分かります。でこれはですね、まああの。 まあ当たり前でしょって思うんですけれども、意外とですね、まあ、POC をやってるとですね、あのまあ、なかなかここでつまずく方とかも実はいたりするので、一応ご紹介をしておきましたと。はい、であの、ちょっと長いんですけれども、このクーベコントロール VCR ログインサーバーで、ここにその制御プレーンの IP アドレスですね、これ V センターからあの確認ができますが、ここで入れてあげて、 でこのユーザーネームですねと、えー、あとこれですね、これ、えー、設定をしてあげて、えー、ログインをするとですね、設定したネームスペースとかが見えるので、ここでこのクーベコントロールコンフィグユーズコンテキストで、えー、こ,こ,でここにあるですね、えー、ネームスペースの値に切り替えて、いろんなものをデプロイしていきます。はい、これあの、サンプルですけれども、 ですね、最初これだとデモラボ01っていうネームスペースにコンテキストを切り替えてます。ちなみにですね、あの最初に、えーまあ、去年ですかね、あのスーパーバイザーネームスペースって言ってたんですけれども、最近ドキュメントを見たら VSphere ネームスペースっていうふうにしらっとです、ね、名前が変わっていました。ということで、まあ、一応 VSphere ネームスペースっていうところに切り替えて。 いただきますでその後ですね、あのまあ、クラスターを立てないといけませんと。で今回、のアビベースでクラスターを立てているんですけれども、その時はですね、いわゆる VCR ポットて言っている ESXI の上にネイティブで建つポットは立ちません。あるいは NSXT が必要になります。なので、最初、仮想マシンベースでクラスターを立ててあげないといけないので、まあ、それを プロビジョニングするための YAML ファイルが必要です。まあ、こんな感じですね。こ今あの表示しているのって、すべてデフォルト設定を使って、最小の構成というところでクラスターを立てますよというところで書いたものになりますが、ここにありますけれども、ネームスペースだったり、クラスターの名前とか、あとそのバージョンですね。バージョンとか。 あと、そのコントロールプレーンとワーカーの数ですね。ここ1個1個、まあ、最小限なので1つ。それから、ここに作る仮想マシンの VM クラスですね。ここがあの先ほどあの最初にお話をした、ここ、紐付けとかないと絶対クラスターが立たないよってやつになります。でここにですね、あのストレージクラスとして、ストレージポリシーの名前を。 書いてあげることで、でこれをグーベコントロールで普通にアプライをするだけでえクラスターが立ちます。で数がえ増やしたいとき、例えばここを3にしたいときはここを3にして、えもう一回え適用してあげると増えます、まあ、そ,のその状態を望ましい状態としてえ増えますし、バージョン変えたいときはここにバージョン新しいバージョンを変えてあげると、そのバージョンに合わせて、 まあ、ローリこのですね、えー、仕組みなんですけれども、裏ではですね、クラスター API っていう仕組みを使ってたりするんですけど、まあ、そのクラスター API に関しては、まあ、VM が買収した、まあ、Heptio っていう会社が、もともと持ってた、えー、技術、まあ、OSS ですけれども、まあ、その技術を、まあ、裏で使っていて、 このクラスターを立ち上げるために、スーパーバイザークラスターの中では、そのクラスター API のサービスと、それから今回、一部公開してますけれども、その VM クラスっていうのが裏で動いていて、それを持ってですね、このクラスターを立てているという形になります。はい、そんな感じでですね、あのデプロイをしてあげて、 デプロイされたらですね、今度ですね、このさっきのあのスーパーバイザークラス、えー、クラスあスーパーバイザーネーム、あ VCR ネームスペースですね、につな、えー、ぐだけじゃなくて、このクラスターに繋ぐためにですね、ちょっと別の指定が必要になります。で、ここまではさっきと一緒なんですけど、このクラスターの名前とそのデプロイされた VCR ネームスペースをこうつけてあげないと、 接続できないっていうのがあって、これをつけてログインをしてあげると、さっきデプロイしたものがここに見えますですね。で、ここで、えー、同じようにコンテキストを切り替えてあげて、で,で、えー、クラの状態をゲットノとか見ると、あ2つあのコントロールプレーンとワーカーがいるなっていうのがここで分かります。はい、ですね。 でここに対して、えーまあ、フォトデプロイしていくんですけれども、VSphere クライアントから見るとですね、まあ、こんなネームスペースが、VSphere ネームスペースがあって、えー、作成したものが、デモラブ01っていうところに対して、まあ、クラスターが立ってて、仮想マシンが2個あって、でそれぞれに対して、PIP、えー、とあのアドレスプールとして設定したものから、えー、IPRS 払い出されて、まあ、見えるというのが分かります。 ね、こんな形でです、ねまあ、VSphere からクラスターの状態がまま監視できるようになっていますよと。で、これに対してじゃあ実際にポッ、えー、トデプロイしていくときにですね、どうなるかということなんですけども、まあ、同じようにですね、えー、コンテキストを切り替えてあげてで、ここを忘れると動かないよということで、えー、クラスターのですね、 アクセス権限がデフォルトだと何もデプロイできない構成に設定になっているので、こんなですね、ロールバインディングを適用してあげて、デプロイができる状態にしないといけないです。ここ最初ですね、私もハマってですね、できない、できない、できないって騒いでたんですけれども、はい、あのこういう設定が必要になります。でまあ、それをですね、やってあげた後に、 サンプルのアプリケーションをデプロイするための YAML ファイルというのをアプライしています。でこのです、ね、ゲストブックの YAML に関しては、オフィシャルなドキュメントにそのサンプルがあります。あの不安な方は言っていただければあの差し上げますけれども。はい この2つですね、マスターとスレープンとこれがあのパーシステントボリュームになって、ここはそれ以外のです、ね、ものを、まあ、全部まとめたものになります。でこれをです、ね、アプライをしてあげてで、アプライをしてあげると、でですね、こうサービスだけ見ていますけれども、まあ、ロードバランサーのサービスがいるので、エクスターナル IP がです、ね、33の36で振られていますけれども、まあ、これをです、ね、こう見てあげると、 このサンプルアプリですね、このゲストブックっていうですね、ここにメッセージのところにあのいろんなものを入れてで、サブミットってするとですね、こういう形でこう入れたものが表示されるっていう非常に単純なものなんですけれども、まあ、そんなですね、えー、簡単なサンプルアプリが動かせますという形で、えーまあ、動きますよということになります。はい でですねあの、まあ、今日ですね、えー、ご紹介したのって、はいあのちょっと手塚さんみたいな美しいプレゼンではなく、ですねこうベタなです、ね、じゃあどうやってデプロイするのよっていうのをです、ね、あのかいつまんでご紹介をしてきたんですけれども、正直、です、ね、あの割とすんなりデプロイできます。ね、あの実際にですねあの、まあ、前にもお話をしたかと思うんですけれども、まあ ここまでできて、この先じゃあどうするのっていう話になるのですけれども、まあ、なかなかその NSXT があったりすると、やっぱり敷居が高いと、まあ、なかなかこう思われる方もいらっしゃるかなと思いますが、a、まあ、アビに関しては、割と簡単にですね、デプロイできるということが分かりましたので、あのぜひですねあの、ご自身の環境で試していただいて、あの使っていただければなと。 というところであの、まあ、ベータな情報を今日はですね、はい、お話をさせていただきました。で最初にちょっとあの、最初の方でお話をしましたけれども、まあ、この手順ですねあの、手順書として作ってあるので、まあ、それであの、それでもおかしいよという方がいらっしゃいましたらですね、えー、お声がけをいただければなというところでございます。はい、ちょっと早いですけれども、はい、ここまでになります。